連合軍は救出した陽動部隊と合流。全軍が揃い、魂を解き放つ神器も手に入れた。今こそハデスとの決着をつける時である。イグドラシルにて待つ。ハデスの言葉通り、冥府軍も各地から撤収し、イグドラシルに全ての部隊を集結させる。神、仙人、妖魔、そして人間、それぞれの思いが交錯する最終決戦が今まさに始まろうとしていた。ねえオーディン、ちょっといいかしら。ガイアか。この後に及んで私に何の用だ。ハデスとの戦いの前にあなたと少し話しておきたいと思ったの。こんな機会もこの先あまりないだろうしね。オーディン、これまであなたは自分の運命に抗うために力を求め、たった一人で戦ってきたわ。でもしばらくの間、私たちと行動を共にした。その中で何か気づいたことはなかったのかしら。何が言いたい。頭のいいあなたのことだもの。私が言いたいことくらいもう分かっているはずよ。いくら力を手にしても、たった一人ではどうしようもないこともある。誰かと手を携えて初めて得られるものがあるんだってこと。お前たちと手を組んだからこそ成し得た成果、それも一つの力ということか。その事実は認めてもいい。ならばその力、ハデスを滅ぼし生き延びるために利用するまで、私にとってはそれが全てだ。そうね、とてもあなたらしいわ。話はそれだけ。無駄話は好かん。オーディンが仲間の力を認めた。あの子の心も少しずつだけど変わり始めているのかもしれないわね。あのオーディンの心さえ動かした英雄たち、彼らとなら頑なになってしまったハデスの心もきっと。ついにこの時が来たわね。ありったけの力をハデスにぶつけましょう。泉へ向かうには神殿に力を注ぐんだったわね。もういい加減この展開にも飽きてきたけど。頼りにされているのだ。答えぬわけにもいくわい。わしは東の神殿へ向かおう。オーディンの魂を解放するため、そしてみんなの未来を守るために。何をしたところで今の俺にかなうはずがない。消し去ってやるよ。お前たちの命も未来もな。ハデス殿、今こそあなたと決着をつける。我らには多くの死地を乗り越え得た絆がある。その力で世界を救いましょう。お前たちとの決戦にふさわしい舞台を用意したぜ。さあ存分に楽しもうじゃないか。敵を討滅せん。はい。
した。素晴らしい戦ぶりだな。見ていると私も勇気づけられるよ。いざ参る。全能たる私に勝てるはずがなかろう。守るからには傷一つつけさせはしない。強者をもしていようが所詮は芸人。雑魚同様に蹴散らしてやる。波外れた際、千人すら刮目させるだろう。素晴らしい活躍だ。人間の力を見ることができてわしは嬉しいぞ。なぜそうもわしを憎む。お前とて
己の立場に誇りを持っていたではないか。説明してもきっとお前は理解できないさ。昔からそういうやつだった。いざ参る。怪物まで、ガイア様と私がお守りするぞ。私が終わらせてやる。素晴らしい戦ぶりだな。見ていると私も勇気づけられるよ。メガネが救い出されるなんて格好つかないわね。ありがとう、本当に助かったわ。モーディー、あなたも来てくれたの。意外と優しいところもあるじゃない。ハデスに報いを受けさせるため、妙な勘違いはやめてもらう。いざ参る。神殿に力を注ぐわ。ミスミへの道を開いて。その力、無双と言えよ。お前が神であれば脅威になっていたやもしれ。素晴らしい活躍だ。人間の力を見ることができてわしは嬉しいぞ。やるな。これからもその調子で励むがいい。決着をつけようぜ。では神殿に我が力を注ぐとしよう。泉へ通じる道を急ぎ開かねば。ハデスはこの先よ。さあ急ぎましょう。
ついにここまでやってきたか。なら相応のもてなしをしてやらないとな。旋回の強者たちまで幻影に仕立てるとは、ハデスの力いよいよ感化できんな。ザコが何の姿をかたどろうと知ったことか。まとめて叩き潰してやる。へえ、旋回の幻影を倒しちまったのか。ま、今の俺の力ならあの程度いつでも作れるがな。ハデスよ、力に溺れてはならぬ。ユードラシルの力を吸収し続ければお前とて。はこの後に及んで俺の心配か。どうせ心にもないくせに無理するのはよせよ。ハデス、あの時お前が私を地上へ返した。ユグドラシルを育てさせ奪うためだったのだ。その通りだ、オービン。お前はなかなかに使えるやつだったよ。けど魂を奪えなかったのは誤算だったな。今度こそ俺のものにしてやるよ。おう、良い働き。その勢いに乗るのも一興だな。敵を討滅せん。はい。してみたらどうだ。諦めるわけにはいかぬ。ユグドラシルを滅ぼし世界を救ってみせる。ユグドラシルを滅ぼす、本当にできるのか。それはオーディンの魂を滅ぼすことと同じなんだぞ。いいえ、オーディンの魂は救えるはずよ。この神器バイデントを使えばね。おめでたい奴らだ。その神器を使えば
何が起こるか本当に分かっているのか。確かにそれを使えば囚われたオーディンの魂を解き放ち、ユグドラシルを滅ぼすことができるだろう。がオーディン、お前の魂は本来死ぬべき運命にあったもの。それを体に戻したとき何が起こると思う？わかるな？一度ねじ曲げた運命が再びお前に降りかかる。お前は死ぬ、滅びるんだ。そんな、オーディン、バカな、なぜ。ならばもう一度ねじ曲げてやるまでだ。そう、運命とやらをね。なんという強さだ。これがユグドラシルを得たハデス殿の力か。ユグドラシルの力が消えていく。オーディン、やってくれたな。だが力を得る術は残されている。俺はまだ負けてはいない。ハデス殿、一体どこへ。ハデスったらまだ何かする気みたいね。あの子の力を強く感じるわ。こっちよ。息が上がっているようだな。いざ参る。放っておいてもらう。久々に魂を得て喜びに打ち震えているところだ。地下に続く階段か。おそらくはこの先にハデスが。どうだ、なかなかいいだろう。ユードラシルに作った俺の城さ。さあもう一度やり合おうじゃないか。当たってこいよ、死ぬ気でな。敵を討滅せん。はい。待て、ハデスの支えに乗ってはならぬ。また妙な力を吸収しているようだ。ハデスの周りにある祭壇、あそこからハデスに力が送られているみたい。まずはあの祭壇を何とかしないとね。逃がさないぜ。祭壇は怪物が守っているみたいね。怪物を倒せば無力化できるはずよ。まっすぐに俺の元へ来るとは、かわいいやつだわ。それじゃあたっぷり遊んでやるよ。楽しいな、ゼウス。お前と本気でやり合えて俺は嬉しいよ。だがもう遊びは終わりにしよう。次でお前を倒す。俺がお前を超えるんだ。ハデス、あの子なんだか様子が変だったわ。膨大な怒りの力を吸収し続けているのだ。何らかの影響が出始めたのかもしれん。まだだ、まだ幕は降りていない。さあお互いに死力を尽くそうじゃないか。
ことが起きる予感がするの。とにかくミーミルの泉へ急ぎましょう。悪い予感を現実のものとさせないためにも。破壊神の幻影まで作り出すとは、ハデスめ、力を使いすぎだ。いい出来だろ。今の俺に不可能なことはない。俺こそが神々の王にふさわしいんだ。敵を討滅せん。素晴らしい活躍。人間の力を見ることができてわしは嬉しいぞ。行きます。道は開けたわね。さあミーミルの泉へ急ぎましょう。いざ参る。ゼウスの力、その立場、全てを奪い凌駕する。今の俺にはそれだけの力があるはずだ。さあ今度こそ幕を引きましょう。滅びゆくこの異界とハデスの暴走に心を一つにすれば越えられぬ淵などない。この試練も我らならば必ず乗り越えられる。ああ雪村殿、我らの力で世界をあるべき姿に戻そう。人の身でここまでやるとは、一体どれほどの力を秘めているのだお前。今こそ光り届かぬ冥府から解き放たれ、輝くオリンポスの頂点に君臨する時。ゼウスを超える。この俺が神の中の神となるのだ。ゼウス、お前を倒す。お前を超えてやる。来い、ハデスよ。勝負あったな、ハデスよ。神々の王たる我が力、思い知ったか。と言いたいところだがな、今回勝ちを得られたのはわしの力がお前より秀でていたからではない。違いがあったとすればただ一つ、神といえど単独ではなせぬこともある。そのことを示し力を貸してくれる者たちがいた。それだけのことなのだ。お前ともまた
そうした中に戻れることを信じている。参ったな。やっぱりここは俺には眩しすぎる。冥府へ帰っちゃったのかしら。まあ最後まで勝手な子ね。ですがゼウス殿のお気持ちはハデス殿にもきっと伝わったと思います。どうやら我らも長いは無用ということらしい。その通りだ。ユグドラシルは核を失った。もう長くはあるまい。サール、ここは我が命を懸けて作り上げた場所。一人で見取らせてもらおう。オーディオン、あなたはみすみす死んでやるつもりはない。生き延びてみせる。今回もな。勝手な子たちばっかり。そうだな。しかしこたびの一件で彼らの心に少なからず変化が生まれたことも確かです。人の子らよ、お前たちを巻き込んでしまったこと今改めて詫びておこう。悔しいけど私たちの力だけじゃきっとこういう結果は生まれなかったわ。これはあなたたちと一緒だったからこそ切り開けた道だから、心からお礼を言わせてもらうわ。本当にありがとう。やれやれ、どうやらこの世界に幕が降りるようだ。もう少し君たちのことを学ばせてもらいたかったが、それは次の機会まで持ち越しとしよう。まあそんな機会はないに越したことはないんだがな。さらばだ人の子らよ。何じらの行く新たな道の先に光あらんこと。希望の光が見えてきました。冥府の王の俺が勝利をもぎ取ってやるよ。